募集したのこいつにもかかわらず僕はちゃんと話しかけてたんですよ。救われましたね。いやーすごい。どうも本日の企画は、はい、檜山構成企画、はい、俺のこと覚えてひやまくん企画ですね。この企画第3弾なんですけど、はい、パクさんから始まって俺が最初、うん、本人が知らない第1弾がわたちゃんと、yes. で、はい、僕はひやまくんということですね。なるほど、ありがとうございます。ルール説明に行く前に、はい、まず、トラビスジャパンさん、はい、うん、デビュー発表されました。すごい、びっくりしたよね。世界デビューっすよ。今月の28日に世界配信デビューということですね。すごい、誰か連絡取った人とかいますか。はい、取りました。みんな、あ、そういえばさ、檜山さ、電話してたよ。電話してた。どんな話したんですか。これまでのそのトラビスのなんか作ってきたものとか、うん、これからも作っていきたいものとかっていうのを聞いて、すごい学びになりました。なるほど。ぜひアイランド TV で見てください。はい、はい、見てください。お願いします。俺は松倉くんにあのメールでデビューおめでとうございますって言ったら、うん、ありがとう、頑張るねって。いやー、すごい。いや、もう本当にね、頑張ってほしいよね。俺たちもさ、たくさんお世話になったからさ、うん、そうね、みんなで盛り上げてきてですね、はい、いや、マジですごいです、本当に、はい、改めて、おめでとうございます。皆さんも頑張ります。頑張ります。頑張ります。檜山構成との思い出をみんなで語る企画です。はい、はい、檜山くんにある質問を投げて5人それぞれに対する答えを書いてもらいます。はい、はい、みんなはそれぞれ檜山くんとの答えが一致したらポイントゲットということで。大丈夫ですか。OK です。はい最終的に一番ポイントの多かった人がご褒美があります。おー、ご褒美はお楽しみにということで。まさか檜山からのプレゼントあるんちゃう。マジか、檜山コンセピや実費でね。おい、ハードル上げた。カルビだよ。最近知った際、檜山くんのプチ情報とか誰かない。髪の毛を超伸ばしてる。伸ばしてる。伸ばしてる。俺一個あるよ、チーク塗り始めた。あれ、赤くしちゃったよ。しかも塗り物の後半の方で。可愛くなる。最近一緒にご飯食べに行きました。あー、面白いな。いや、あんまり面白い。ビールはね、待って、大丈夫。あんまり彼にエンタメ性をね。あー、でもさ、昔と印象だいぶ変わったよね。そうや。そうね。今でもさ、もうさ、こんなにいじられてるけどさ、昔はちょっとさ、なんか、つっかかりづらいというか。ちょっと怖がられてたってのもあるよね。あ、そうなんだ。まあ、お前同期だから。だけど。こいつが一番怖かった。いや、でももちろん。おーい、大丈夫。それでは最初のお題お願いします。檜山くんと初めて喋った場所と言葉は。なんだっけ。檜山は早速ね、みんな書いてください。あんたマジで記憶ないよ。マジで誰誰言うな。あ、俺から行こうかな、うん、どうぞ。はい、俺、はい、場所がバレエの応援会場。実は正解発表を顔にするのやめてもらえるかな。で、言葉がね、コンサート何回目。うわー、伝説の再びや。金も分かんない、これね、言われたか分かんないけど、なんか檜山くんといえばこれ言ってるっていう話なんですか。これ言ってますよね。なんかもう、俺それ聞きまくってるからさ、俺も言われてんじゃねえかなって思う。ああ、そういうことね。言われてないもしかしたらっていうね。その時あれだね、俺メガネかけてた時代じゃない。そうそうそう。めっちゃメガネかけてた時代。目つき悪めで、コンサート何回ね。マジで目悪いから。だから、まあ、悪気ないんだよ、悪気ないんだけど、なんか怖い。一時めっちゃ目細くしてたんだよね、俺。ありましたよ、そういう時代が。次、マクさん。はーい。檜山と初めて喋った場所は、リハバで喋った言葉、目悪いですか。第一声。これ僕が檜山に言った言葉ですよね。こいつ丸もあの太っちょで眼鏡かけてたんで。なんなら僕今こうやって檜山なんかめっちゃなんか言ってますけど、最初なんてもう檜山くんっていう感じでしたんで。檜山くん最初はね。こう見えてね、いつもなんか檜山ちょっといなくなった時にも再会した時に檜山って呼ぶんで、形勢逆転しました。はい、なめくさりました。これはどんぐらいの時ですか。
個もう俺だからもう入ってすぐじゃねえ、結構早めにもう檜山と13だよね、多分、うん、もう檜山と喋るようになったの。ほら当たってます。じゃあ続いておりはい、僕はジャン EX シアター。おれ、おお、 EX シアターでね、確かね、あのバックでね、一瞬ですよ、ね、あれだよね、翔くんの。そうそうそう、ね、で2016とか16、17ぐらい、17ぐらい、じゃあ同じ年だね。そうそうそう、で言われた言葉がカルビ食えろ。いやいや、マジかー。どの時かに行かせてないの。早く寝るか。か 5.5? 5.5 5.5 だよな。ちゃんと説明してあげてくださいよ。やっぱステージとか、あのこいつ耳が悪いし、目も悪いし、なんか番号よく分かってないから、え、じゃあ檜山くん 5.5 ですって言ったら、あーみたいな、ないねないねないねあの、もうよくわかんない、通じ合わないんですよ、日本語が。そう、で、やっと出た言葉が5.5。しかも、なんか 4.5 ぐらいにいるときに、檜山何番っつったら 5.5 ってめっちゃ違います。一番違います。めちゃくちゃでかい声で言ってくるから、耳気になる。続いて、わたちゃん。ごめん、マジで覚えてない。高校、君がヤーマン。え、お前さぁ。ごめん、マジで覚えてない。高校なの、しかも。え、待って。高校の入学式。最初に会ったのが10年前で。小3で初めて喋ったのが。高校の入学式。ひどくない？マジで覚えてない。何してた？続いて、うち。はい、行きます。せーの。じゃん。お菓子食べてるサークルでお菓子ちょうだい。ちょっと指が分かる。ちょっと指が分かる。解説の方お願いしていいですか。同期の子たちと一緒にご飯食べてたんですけど、僕は全くお菓子買ってこなくて、で、みんなにちょうだいちょうだいちょうだいって言ってたんです。なんで、まあ檜山にも言ってるかなみたいな。あ、そういうことね。昔結構買ってた、俺。そう、確かに。だから檜山にも多分言ってんじゃないかなと思って、お菓子ちょうだい。え、それはさ、結構前の話でした。入りたて今でもね、なってる。前も狙いました。今でもさ、弁当ねだるじゃん。確かに。よりもちバナザカもらってたね。バナザカみたいな弁当。バナザカいらないって言ってたからね。もうレベル上げに来てんじゃん。そう、上げに来てる。食べる？うちいるって。こんなのが正解あんの。全員発表終わったということで、はい、檜山くんと一致した人はいるのでしょうかということで。いやー、お願いだよ、檜山。青木はですね、東京ドームシティホールで番号何番？おお、ギリシーか。サマーパラダイス。ああ、セクシーゾーンさんの番号で、一番最初新名だったんですね。おお、そうなの。そう、もう最初から新名で、で、番号何番って頻繁に聞いてたんで、俺が番号覚えれなくて。そう、なんかね、俺ね、振り覚えとか良かったんだよね。そう、めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。番号とかすっげえ覚えれて、めちゃくちゃ聞いた記憶があるんだけど。でもこれの後だね。あれ、嘘、これ後？こっちの方が先だったかも。あー、ガチか。うわー、一致しなかったね。じゃあ次、ワクちゃん。おっ、ワクちゃんはですね、ごめんなさい。リハバで名前覚えてますかって聞かれたのが覚えてる。なんだそれ。そんな言わけないだろ。いやいや、言ったんだって。ちょっと喋るか喋んないかぐらいの時に、名前をお互い言った時に名前覚えてますかっていう。ああ、僕は可愛い後輩だったんで、いっぱい檜山に話しかけてたんですよ。年下のこいつにもかかわらず、僕はちゃんと話しかけてたんですよ。こいつになって言うな。ただね、確かに後輩ですよ。でも年は上なんで。いや、俺と同期だけど。なるほどね。後輩だから一応話しかけてたんですけどね。すごいこと言うな。すごいこと言うな。残念ながらポイント獲得ならずで、1個合ってるけどダメなの。これはどういうことですか。 0.5。 あ、そっか、檜山くん次第か。じゃあ2択あるから、どっちか合ってたり、どっちかのコンサートなの。カトゥーンさんかミューズさんのどっちかのライブ。分かったよ。分かったか。せーの、カトゥーンさん。うわー、さすが。続いて、おり。はい、なおはですね、じゃん、 DDC の靴ひも結べって言われたこと。言われた。え、娘。待てって。お前尖ってんな。お前やば。そんな尖ったことない。当時は。当時のその舞台裏バックヤードが、龍が俺、ナオの順番で衣装が並んでたの。で、その時に俺靴紐しょっちゅうほどけちゃってて、戻ったら、靴紐娘って言ってんだろ。いや違う。怪我すんすよ。絶
間違ったことは言ってないけどね。でそれを入賞3ヶ月ぐらいで超先輩に言える鬼多分ね、それ5回ぐらいあった。5回ぐらいしてた。5回ぐらいあって本当後半ブチ切れるやつ俺。全然気も座ってるな。リハバから言ってんだもん。リハバから言ってんの。それはヒヤマって言われる。ヒヤマ俺が悪いんだけど、それが一番最初に話したかなっていう。さあ続いて、はい、あたちゃん。はい、まあ 100% 合ってないけど。じゃあ行きます。ザ、わたるはリハバの帰りにジュース捨てて、あんなそういうこと。昔に5、6人で帰ってたじゃん、小学生とかだったから、うん、で、駅の地下で紙パックのジュース買って、うんうん、ああ、はいはいはい。で、それを最後にジャン負けで負けた人が全員分捨てるっていうのがよくあるやつよね。あったんだよ、集団で。で、負けたのよ、また、うん、で、そこの時に多分初めて認識したかなっていう。ああ、その時に初めて。ここね、俺すごいね、渡るにジュース捨ててって言えるの。いや、すごい。あの時の渡るに言えるのはすごいね。普通じゃん。変わってないし。いやー、全然違います。ジャニーズジュニアね。ずっと腕組んでたから。そう。でも、なんか下に2人ぐらいいるんですよ。いねーって。え、自慢でそうなるね。渡るくんがここにいて、で、サイドにね、でっかい人立ってる。そうそう。まず。ない、ない。じゃあ最後、うち。はい。お菓子サークル。お菓子ちょうだい。いや、じゃあお前、これで来ると思わない。いやいや、お前には点あげるつもりでこれ書いたんだけど。マジ？それ何？東京ドームでコンサート何回目です。来ました。俺、ウッチーだけ1ポイントあげるつもりできたんですよ、この企画見た瞬間。さっき言ってたもんね、ウッチーの話ってね。じゃあ、0ポイントということで。いや、マジか。あれ、ポイント6です。あ、枠だけ。よっしゃ、1ポリーだ。続いてのお題は、こちら。ヒヤマくんからもらって嬉しかったプレゼントは。おお。これはね、物じゃなくてもいいのかな。そうですね、多分渡す方じゃない。結構渡してるよ、これ。一応出してくる。いや、キャッチになってる。なんかお返し困ってる。一応出してくる。ごめん、一回聞いていい？俺もらったことある。渡してます。オッケー。オッケー、そっかそっか。これからいきますね。はい、はい、電話。電話の電話。これ物じゃなくて、あの、俺がお休みしてた時期。ああ、うん。勉強いっぱいして、もう疲れちゃって、極限状態になっちゃってたよ、俺。はい。その時に、ヒヤマに付き合ってくれたんですよ。もう慰めてくれて。すごっ。いいよ、頑張れっていう風に言われて。うん。もう、救われましたね。いやー、すごい。まあ、物じゃないですけど、もうこれが一番嬉しかったです、今まで。そういうのいいな。続いて、素敵。はい。僕は、ババン、ネックレス。それは誕生日プレゼント。あ、そう、誕生日に、僕の二十歳の、去年の誕生日に、まぁ、ちょっとね、いいのくれまして、いいのくれたんですか。で、僕はもうそれずーっと、本当に毎日つけてる。ずっとつけてる。それぐらいも僕はもう好きなんで。よかったね。なんでお前その立ち位置やねん。いや、これは当たりそうじゃない。いや、これは多分、ちょっとまぁ、二択だったんですけど、こっち選びました。じゃあ、続いておりか。はい、僕はこちらです。ごめん、マジで覚えてない。ごめん、ごめん、ごめんとかなくて、マジで忘れた。マジで覚えてない。謝る。そういうことね。まあでも、なんかこう、言葉とかでいいのであれば、前ちょっとリハバでさ、コンピーの服を俺着たの。着てて、それで、ヒヤマ見てこれ、どうかっこいいって言ったら、お前は何でも似合うよ、つって。マジでいいか、俺マジで。あるんだよ。イケメンもある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 。まあなんかそういうところですかね。じゃあ続いてまたちゃん。僕はい。香水。うん。おお。これね。高一の時かな、誕生日プレゼントでヤマにくれたんだけど、その時はつけてなかったわけよ。でも最近たまにつけるようになって、たまに使うようになった。やっと。思い出す。三年越しの。三年越しに使うようになった。なんで香水です。はい。おお。続いてうち。行きます。せーの、加湿器と鏡です。おお、それ2個。あ、2個、あの、一気に誕生日プレゼント。あ、そうなんだ。もうなんか彼氏って感じじゃん。いや、なんかさ、もう生活にまで入り込んでる。またマシンだよ。違う違う違う、欲しいって言ったからあげたんだよ。俺何も言ってない。言ったじゃん。いや、違う、何だっけな。それこそ、YouTube のあれで加湿器をプレゼントしたらクリスマスプレゼントって2年前だったよ。それが壊れたって言ったからレベルアップさせてあげた。そうだったの。すげえな、レベルアップ言ってないの。じゃあ俺から。じゃあ俺からお願いします。じゃあ青木はですね、メイクを褒めたことが
かなって思ったんですよ。なるほどね、それは。それは俺でもするぞ。青木なんかプレゼントを書かないなと思ったから、うん、そういうのかなと思って。そこは合ってるじゃん。合ってるわ。そう、この子。え、檜山は青木のメイクを褒めたことを嬉しかったと思って書いたってことだよね。そうです。俺はおめえ込めてんだぜって痛いやつやん、めちゃくちゃ痛いやつ。そうか、そうか、かっこいいけどね。普通に多分ね、めちゃくちゃいい子いい子やん、普通にいい子、純粋やん。続いてマキさん。はい、マキですね。じゃん、メイクですね。合ってるんかい。ちゃんと合ってる。ちゃんと合ってるんかい。マジで初めて知ってる。20歳の時のやつだから、本当に。あ、そうなんだ。結果分かってるかもしれませんが、おい。じゃん、ケーキです。ほら、あら、ケーキ。えー、まだこれだった。俺はそう、それだった。目の前に見えた。何、何それ。え、その4年前の例のってこと？もらっ、少年たちのさ。あ、そう、少年たちの例。もらったわ。ごめん。日生劇場で。そうそうそう。日生の楽屋で、これって。なんか、絵みたいな。な、何これ？何入ってるの？ケーキ。ケーキ。なんでそんなことできるの？その前からイケメンなんかよ。すごいよね。超うまいじゃん。続いてわたちゃん。はい、香水。わたるは、じゃん。おぉー、すごい。まあ、そりゃそうだよね。2個買ってって、どなんか系統が違う匂いだったから、どっちがいいって言って、いいって、あの方をあげました。確かにね、香水って好み分かる。好み分かれちゃうから、とりあえず2個買って、1個あげて1個。そろいやん。そんなどこまで気が使えるとは。最後、うち、はい、僕は鏡付きと鏡、内村は段鏡付きと鏡です。なんで2個ね、しっかり大正解だったぜ。結果発表、結果発表、じゃじゃん。おあー、うわ、いらねえ。まず改めまして、本当にいつもお世話になっております。結構ワクとはね、あのグループ組んでから本当に個人お仕事の話だったりメンバー間の話だったりとかするようになったっていうか、本当に結構メンタルケアしてもらう時があるので、本当にいつもありがとうございます。ぜひこれからもお願いします。どうですか、ワクさん。お断りします。どうでした、皆さん、今回の企画。盛り上がったけど、ヤンマの第一印象、本当にないね。結構ね、いろんな人に言われる。でもね、今回の企画を通してね、檜山君の人格の素晴らしさが、全面に出てきました。私はな。ごめん。入れすぎるって、ケーキは。入れ